ファイト。大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、というわけで本日のダークマッチは、DDT の原島対新日本プロレスの棚橋博史ということで、まあ今日はこれをダークマッチにしてちょっとおしゃべりをしてみたいと思います。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイアープロレスリングワールドのスティーム版、PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にアーダコーダと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ、通称 WMW のオーナーである私、マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあ、ということでね、この2人の対戦といえばという話になるんですけども、まあ、2015年に、その当時 DDT の、まあ、エースであった原島と新日本プロレスのエースであった、棚橋が、シングルで戦うということで、まあ、新日本プロレス対 DDT の対抗戦、しかもエース同士が、まあ、ベルトはかけないですけどもシングルマッチで戦うということで、 DDT の両国国技館、まあ、ビッグマッチで組まれたカードなんですけども、まあ、試合自体は、棚橋が勝って終わるということになったんですけども、まあ、その試合が始まる前での煽り、その試合が終わってから、バックステージのコメントなどで、バックステージのコメントでですね、棚橋がめちゃキレるんですよね。横並びに一緒にしてくれるなと、全団体を横一列で見てもらったら困るっていうことで、試合後に、かなり怒ってるよっていう、その怒りムードじゃなく、俺は怒ってるという言葉までしっかり発言すると。でもそれがどういったらいいんですかね、なんかこう一緒にするなよ、見くびってもらったら困るぜみたいな感じで行くんですけども、なんかその怒りがなんでそんなに怒ってるのってちょっとわからない感じになったんですよね。で、この件に関してはその後、また DDT の興行の後楽園ホールだったと思うんですけども、タッグマッチで、DDT は原島と大岡健で、新日本プロレスは棚橋博史と小松、ヤングライオンの小松だったと思います。今は何になってんのよ小松さん、よくわからない。なんか陽か翔かになってるのかな、ごめんなさい、よくわかってないです。で、これがタッグマッチをして、まあ、お互いあのグータッチをして、最後最後その後試合後にさらに棚橋がマッスル堺のノリというか、ネタで、パワポプレゼンをやって、まあ、あれは僕がちょっと独りよがりで怒ってました、すいませんでした、原島君ごめんねっていうような幕の引き方をして、まあ、終わったわけですよね。で、この話をなぜ今こうやってぶり返しているかというと、先日何回か前にもちょっと話したんですけども、最近、YouTube に流れてた、佐々木隆と、DDT の社長高木三四郎が、対談するというか2人でずっと喋ってるっていう動画が上がってて、でそれで佐々木隆がふと高木三四郎、佐々木が高木に、両国でやった原島・棚橋戦は何だったんですかねみたいなことをパッと振るわけですよね。で、高木三四郎がそれに対して、あれはちょっと言えないことが多すぎると、言えないことだらけで、もうほとんどが墓場に持っていかないといけないっていうようなこと前振りをすると、なんかこう、もう今日はもう何でも NG なしで何でも喋れますよ言うてたのにそうなったと。で、まあそれでもまあね、その話の流れでそこで終わるわけにいかないので、これは棚橋がどうこうじゃなく、新日本プロレスという団体が、持っているというか、やり方としてマウントを取るということがもう宿命というかになってるから、だからそのどんなことにとっても対抗戦っていう風になったら、マウントを必ず取らないといけないというのが棚橋にあって、でそういうことがベースにあったんじゃないかなみたいな感じで、まあ、濁すわけなんですけどね。だからもしかしたら本当にそれだけの話なのかもしれないですけども、その高木三四郎が言った墓場まで持っていかないといけない、言えない話がいっぱいあるっていうようなことが、もう僕にとってはもうワクワクするというかね、
まあこれが2015年に行われた試合、なのでもう6年前の話になるんですけども、それがまた再びこうやってなんかちょっとこう煙が立ってるみたいな感じが僕はなんかすごく面白くて、まあ別にそんな大したことはないのかもしれないですけども、ちょっとこうプロレスのもう一歩先というか裏側というかみたいなのがなんか感じ取れたので、ダークマッチにしてみましたということで、まあこんな試合もありましたねということですね。まあよくプロレスはね、八百長とかブックがあったりとか、そのストーリーが組まれてるとかっていうのがあるんですけども、それをなんかこう超えたところというか、それを組んでたのにそれをまた破る人がいるみたいなところがあるのがまたプロレスの面白いところじゃないでしょうか、ということでお時間となりましたので、本編の方に行きましょう。というわけでやってまいりましょう。第5回勝手に松本智造杯、前回の続きでシャープ10ということになりますね。本日はエントリーナンバー28番から3試合ということになります。まずはエントリーナンバー28番、船戸ないろいろ CO さん、ありがとうございます。エントリーしていただきました試合がローマンレインズ対 AJ スタイルズということですね。これこの間ね、これ収録してるのがね5月の4日なんですよ。で先日カレーマンの試合が確かエントリーがされてて、でそれについてなんか僕しゃなんかっていうかちゃんと確認してないんですけどね、カレーマン対ラーメンマンかで、その試合かで喋って、多分ねかなり嘘っぱちを言ってたみたいで、レニーナウさんの方から、ちょっとあれはひどいっていうようなことになってるので、どうもすいませんでした。いやね、でもこれね、もう下手になんかだから調べん方がええんかなと思ってみたりね、やるならしっかりとってなるんですけども、今日もまあ3試合マッチメイクされてるので、それについてちょっとまあ調べてからやった方がいいんやろうなと、そのカレーマン適当なこと言って、完全な僕の勘違いで、多分カレーマンのことを WWE に行ってどうこうとかっていう話をしたんですかね。でカレーマンは多分 WWE に行ってなかったというようなことで、嘘っぱちを垂れ流してたわけで、じゃあ嘘を言わないようにするために調べようと思って、このローマン・レインズのこともちょっと調べてたんですよね。まあ、調べてたっていうか、最近のなんかこうローマン・レインズが誰と試合したとかなんかそんなことですよ。でローマン・レインズのこの間ね海外のサイトのことを載っけてくれてるところに、まあ、ローマン・レインズ と、ダニエル・ブライアンがなんか試合があったんですかね。でダニエル・ブライアンが、スマックダウンを、追放という形になったみたいなことになって、でそれに対するローマン・レインズが、メッセージを送るっていうようなことが、翻訳されてるんですけども、これがね翻訳されてる内容がなんていうんですかね、日本語になってるからまた言葉のなんかニュアンスがちょっと変わってるのかなと思うんですけども、とにかくこのローマン・レインズが、ダニエル・ブライアンに対してもファンに対しても、みんな俺に感謝するべきだみたいな感じのことを言ってるんですね。でこれがバックステージとかでこうなんかキャラクターを演じてる状態で言ってるんであれば、まあまあそういう人なんだな、そういうキャラクターを演じてるんだなみたいになるんですけども、そのサイトというかまあそれもそこまでもうキャラクターを演じてるのかもしれないですけど、確かトレーニングしながら
ランニングマシンの上で、音楽を聴きながらそこになんか撮った動画みたいな感じだったんですよね。だからなんかこう、あ、この人素でこんなタイプの人なんやと思って、なんかちょっと僕は嫌いになったっていうのが直感というかね、あるんですよ、まあ、キャラクターであったとしてもね。でこの嫌いになったっていうのが、多分僕は本当のなんていうんですかね、ローマンレインズの本当の100あるうちの1もないぐらい、 0.1 ぐらいを見てこの人嫌いって僕言ってるっていうことになるんでしょうね。だからその他の 99.9 ぐらいを見ずして、お前が何を言ってるんだみたいなことになるんかなと思ったりしたら、いやーもうなんか中途半端に調べるぐらいやったら、もうそのレスラーのことについてはウィキペディアの一番上に書いてあるようなこと、身長体重生年月日、生年月日やって生年月日で、あとキャリアとかね、その辺 の誰がどう見てもどっからどう切り取っても間違いのないような情報だけ、言って、僕がそのレスラーに対するなんかこうどっかでちょっと聞いたような、ようなことはもう下手に喋らん方がいいかなみたいなことをちょっとね思ったということです。まあ AJ スタイルズも今 WWE にいるけど、どの辺のところ、まあでも上の方というのは分かってるんで、この2人は実際にこれまで戦ったのか、2人は戦ったけどどっちが優劣ついたとかついてないとか、まあ、その辺も分からへんから、もう下手に喋らん方がいいかなみたいなことをちょっと思ったと。まあね、カレーマンのことについては僕がちゃんと調べときゃいいだけなんですけども、まあ今日3試合あるんですけど、3試合目もね、まあそのことについてちょっとなんか喋ろうかなと思って調べてたんですけど、今度は今度でそれでね、今度はそれはそれで調べ出したらもうずーっと見てられるようなことなんですよ。まあこれが3試合目のなんか宣伝になってるんですけども、もうずーっとネットで見てられるような内容が連ねられてるんで、まあいろいろそれは何でしょう、事実であったこととか、みんなの考察であったりとか、噂話であったりもするので、真実がどこにあるかはわからないんですけども、ずっと見てられるようなことなんですよね。だからそれをなんかこう今度やってたら、もう収録する暇もなくなってくるなみたいなことも思ってみたり、まあまあ相変わらずまたたまに起こる何て言うんですかね、迷いと言いましょうか、これでいいのかねみたいなことを思うっていうのがちょっと僕の中にも起きているということで、試合の方に集中していきましょうかね。すいませんね、船津はいろいろさん関係ない話してしまって、純粋に試合の方に見ていきましょう。さあということで、ファイプロのリングの上としてはどっちが上なのか、ローマン・レインズもちろんかなり強く作ったっていう覚えが僕の中にはありますけども、 AJ スタイルズも先日この間どっかで J ホワイトと試合しましたよね。で、J ホワイトとかなりいい試合をした覚えがあるので、さあどうこの2人がどうなるか、もちろんまず1本目引き分けるかどうかというところが高評価、3本合計の高評価の、行方となりますが、ローマン・レインズのこうなんですかね、攻撃力が突破力というかが強すぎて AJ スタイルズを1本目破壊してしまうとっていうようなことになるか、いやーでも AJ スタイルズもしっかりついていく。さあ試合時間13分経過というところでカバーに行って、いやーカウント2ですね。さあこれでローマン・レインズの方がちょっとやっぱり一発が大きいような気がするんですよね。 AJ スタイルズもちろんスタイルズクラッシュとかありますけども、おっ、ああ違う、そのままパイルドライバーですね。そういえば AJ スタイルズと J ホワイトでしたっけね、頭部に思い切り攻撃を与え続ける2人っていうような、その展開になるか。さあ試合時間14分超えたところで打撃合戦。さあこれでローマン・レインズが一気に持っていくか。おお、こういうぶっこ抜いてのパワーボンシットダウン。さあどうだ、うわーカウント2ということは AJ スタイルズもまだ余力があるというところか。しかしこのバックフリップ、ちょっとこうふわっと感があっていいですよね。このねバックフリップをやっぱり日本人レスラー、日本人はあんまりこうこだわりがないというか、そうでもない気がするんですけど、海外ユーザーが多いこのファイプロの、クラフトモードで結構作ってる方がいるんですよね。
この横のタイプもあれば正面もあれば、カウンターもあればいろいろなタイプでフワット感を持たせてたりとか、ダメージがちょっと高かったりとかってするのがあるんですよね。さあこれここでさあついに AJ スタイルズのスタイルズクラッシュが出てそのままカバーに行く。さあ城樋口どうだ、うわいやごめんなさい、本当こんなん申し事言ったら申し訳ないけど、あのね、まあ、オープニングで言った 0.1 だけを知って、ローマン・レインズはなんかあんまり好きじゃないなと思ってたのがあるのでちょっとすっきりしたのと、ローマン・レインズをエディットしたのがかなり後期というか、まあ、最近なのでその中でかなり強く作ったぞと思ってたローマン・レインズを AJ スタイルズ過去に作ったレスラーが破るっていうのはなんとなくちょっと個人的には、嬉しいなと思ってる。ただしね、船虎エントリーしていただいた船虎いろいろさんからすると、これは3本目まで行くのかヒヤヒヤもんになったという1本目ですが、まずは締めましょう。試合時間16分15秒スタイルズクラッシュで AJ スタイルズがローマン・レインズから3カウント、まあギリギリのカウントになりましたけどね、3カウントを奪った試合。さあローマン・レインズはこのままで終わるのかどうなのか、行きましょう。2本目試合開始です。さあということで1本目を奪った AJ スタイルズですが、ローマン・レインズの能力の高さはエディットした私が間違いなく折り紙付きで、高いと言えます。かなり強く作った方です。日本人レスラーで言ったら、ジャンボ・鶴田ぐらいの強さを多分与えたはずですが、まあそこまでね、でもなんかあのジャンボ鶴田とかよりもこう試合経験がないので机上の空論というやつですかね。一応ロジック組んだところとか、まあエディットしたところだけではデータ上は強いけどもということになるのか。さあ AJ スタイルズちょっといいぞ、いい感じ、このまま。さあスワンダイブ式の、あーこのフォームが美しいエルボーアタック、エルボーかパンチかわからん。さあカバー、うん、カウント2。さあローマン・レインズちょっとペースを奪われたぞ。このままでは一気に持っていかれるか。さあバックを取って、さあこれを返して AJ スタイルズが、うわー AJ スタイルズも、 AJ スタイルズのこれがパンチかな、スーパーマンパンチですね。スーパーマンパンチと飛んでジャンピングしてのエルボーがあるんでちょっとの違いなんですけど一応違うんですよね。さあしかし、うわー AJ スタイルズがペースを渡さない。さあローマン・レインズここで終わってしまうのか、カウント2。さあ AJ スタイルズのあのスタイルズクラッシュは横に技に行く前に一回あの横に手を広げるパフォーマンスを入れるのであれが出たらということになります。さあ再び場外、おお AJ スタイルズ、さあコーナーからの、うわーこれエルボーアタックか。ちょっと AJ スタイルズのワンマンショーになってきたか。いやローマン・レインズも場外でパワーボムホイップで返す。さあもう一発バックを取って、おー椅子まで持ち出して、さあもうなりふり構っていられないローマン・レインズが果たしてこういう狂気を手にするタイプのレスラーなのかも分かってないんでね、多分ねかなり低くはしてると思うんですけどね、狂気はね 1% ぐらい分からないですよね。さあそれでもうわー AJ スタイルズが狂気攻撃を食らってもローリングエルボローリングラリアットから、しかしランニングのパワー、あーこれはでもロープに、しかしこれで反撃ののろしとなったが、いやー AJ スタイルズも返していく。さあこれでどうだ、うわーカウント2で返す、しかしダメージは深刻なところに来てるはず。そしてローマン・レインズの頭部にダメージが集中している気がする、そのうちゴロゴロしそうな気もしますが、さあアッパーショーテ、さあ気合を入れてこれはスピアに行くか、間に合うか、いやいや違うスーパーマンパンチか、なるほど。しかし AJ スタイルズも返していく、今ちょっとこう
ロープに走る間に行く猶予があったというところかさ、一気に捉えてギブアップを迫るが、ローマン・レインズこれはなんとか耐えたい。試合時間は7分経過。さあロープに振って、さあコーナーの攻防、ローマン・レインズこのチャンスものにできるか。コーナーに持ち上げて何を持ってくる。さあなだれ式のバックフリップカバーに行けるか。行けば行ける、取れる、どうだ。いやーカウント2かー。さあローマン・レインズまた、あー畳みかけるかと思ったら、どうだ、よー返した。さあローマン・レインズチャンスではありながら、さあ再びスーパーマンパンチに行く。フラフラの AJ スタイルズに決めていく。カバーに行けるか、行けない、もう一発決めたいけども、AJ スタイルズが、スタイルズクラッシュが決まる。ジョー樋口が叩く、どうだ、よさあローマン、しかしローマン・レインズのピンチは続く。牛殺しから、あーカバーに行く、うん、カウント2。さあローマン・レインズ何か見せてくれるか。さあロープに振って、おーそのまま叩きつけてエルボードロップホールドに行く。これはさあどうだ、ジョー樋口、うわーカウント2。さあローマン・レインズなんとかしてくれ、もう一本見たい。ローマン・レインズこのままで終われない、ちゃんと仕事しろ。さあアッパー昇天、これはスーパーマンパンチへの布石。ロープに走ってしっかりと当てていく。しかしエイジスタイルズすぐに起き上がるが、これを返していく。さあ、おローマン・レインズも、おおいいですねかっこいい、これはかっこいい、かっこいいやるな。さあこれでローマン・レインズが完全にペースを握ったか。ただちょっと場所が悪いですね、このままだとスタイルズクラッシュもちょっと決まらないでしょう。カバーに行きますがカウントも入らない。さあこの場所が続くとダメージの蓄積だけが続いていく。そうなると先にダメージを食らっているローマン・レインズの方がちょっと不利な気がする。さあこの状況がどう変わるか。パワーボムホイップ、さあ気合を入れた、今度はおースピア決めていく。しかしカバーにはいけない。あーバックフリップを決めていく。さあ場外戦、ローマン・レインズが今度は飛ぶか。おお、ねローマン・レインズのね、まあ、いわゆるグラジエーター、ザ・グラジエーターがやってた、トップロープ越えのトペスイシーダを多分ローマン・レインズは多分使うはずなんですけども、ファイプロ2はセカンドとサードの間をロープをくぐっていくトペしかないので、それをちょっとでもなんか違う方向にしようと思って、ああいう風にしてみました、はい、実際はトペスイシーダの方ですね。さあということでローマン・レインズ打撃合戦を制しましたが、あとローマン・レインズギブアップ上技なかったかなと思ってるところに、再び三度何度わからんスタイルズクラッシュですが、ちょっとジョー樋口時間かかる。あーあースタイルズクラッシュが鬼門だったか。いやー3本目までもつれ込んで欲しかったな、これは。はい、というわけで試合時間14分2秒、再びスタイルズクラッシュで AJ スタイルズがローマン・レインズから3カウントを奪った試合でした、そして試合評価は2本目もうですかね、86ということで、86+86で出ました。合計172ポイントとなりました、船虎いろいろ CEO さんおめでとうございますね。まあこれの結果がどうなってるか、ランキングがどうかは再び、再びじゃないな、全試合終わってからまた見ましょうね。ということでまずは無事に終わったことをありがとうございます。はあ、ローマン・レインズ強いはずやねんけどな、わからないですね。はい、というわけで、まあわからないばっかりのファイプロ、あと2試合やっていきましょう。
はい、というわけで本日の2試合目ですね。エントリーナンバー29番大黒翔平さんであってますかね、ありがとうございます。エントリーいただきまして、で、エントリーいただいた試合がプリンスデビッド対クリスベノアということですね。これもね、私の勝手な妄想かもしれないので話半分でもう聞いていただいたらいいんですけどね、多分、まあ、ダイナマイトキッドに憧れた男たちの系譜とでも言いましょうかね。プリンスデビットはそうでもないんかな。まあクリス・ベノはね、もう完全にダイナマイトキッドの売り2つ、ファイトスタイルもとかってなりますけども、もうプリンスデビットに関してはもしかしたらそうじゃないのかもしれないですね。で、プリンスデビットに関しては今現在は、これも間違ってないとは思うんですけども、 WWE で、フィン・ベイラー、 WWE のなんかそのあのなんちゅうですかね、 NXT とかなんかスマックダウンとかあの辺が僕よく分かってないんですけども、一応 WWE の、一員であることは間違いないんですよね。でもそんなめちゃめちゃ上に来てるのかな、だからその辺よう分からないですよね。まあ、フィン・ベイラーという名前で、なんかね、あのキャラクターがでよう分からないんですよね。あの胸にペイントしてなんか牙かいたりみたいな感じの、あのキャラクターがね、僕よくわからないまま来てるんですよ今もね。なんかそんなことやってはるなぐらいで全然乗れないで、プリンスデビットの、僕はアポロ55時代ぐらいのプリンスデビットが好きで、その後バレットクラブとかのなんかプリンスデビットは僕は大嫌いで、WWE に行ってからのプリンスデビット、フィン・ベイラーは、もう知らない感じなので、今ここに立っている、クリス・ベノと戦っているプリンス・デビットはその当時のプリンス・デビットっていうイメージで完全にエディットしてますので、もしかしたらちょっとこうフィン・ベイラーとはまた違うなみたいなことを思われるかもしれませんが、もうそれは完全にそういうことですね。で、どうなんでしょうね、世間の方、プロレスファン、ポーターの方とこう認識が違うのかもしれないですけど、確かにプリンス・デビットってすごいこうなんていうんですかね、飛び技の、うまいレスラー、場外のトペコンとか、ダイビングフットスタンプとかミサイルキックとか、ああいう、こう飛び技がすごくうまいレスラーっていう認識は僕も変わらないんですけども、かといってそのたまに日本、新日本プロレスなんかにもやってくるそのメキシコの、まあ、CMLL とかのその純粋たるルチャレスラーほどのなんていうんですかね、身体能力の高さというか跳躍力を持ってるわけではないんですよね。でこう言うとなんかこうフィン・ベイラーじゃない、プリンス・デビットをディスってることになるんですようなことに聞こえるかもしれないんですけども、それをその他のこと、そのまあ試合の組み立てであったりとか見せ方とかそういうのでクリアしてるのがちょっとすごいなと思うんですね。まあ普通自分にセンスがないと諦めてしまうみたいなことはよくあって、まあ当然そうなる、レスラーもたくさんいると思うんですけども、それをこうなんていうかね、身体能力がそれほど高くないことをいろんなことでカバーしてるんだろうなみたいな見方を僕はしてるんですね。プリンス・デビットをだからこうやってエディットする時の、もう何年前にやったかわからないですけども、その時プリンス・デビットの試合をまあ当然ながら集中的に見るわけですよね。で当然そのまとめ動画みたいなのを見ると、場外のトペコンとか、ダイビングヒットスタンプとかがこう出てくるんですけども、それを見てるとなんかそれほどめちゃすごい跳躍力があるわけでもないよなみたいな風になんか僕のもうなんか感覚が狂ってるんかもしれないですけどね。でそれを見てて、でもそれがでも的確に決まっていくのとか、そういう部分ではやっぱりすごいなというのを思ったということですね。はい、まあ、間違ってたらもうごめんなさい、はい、もう謝るしかないです。で対するクリス・ベノはもうこちらはね、説明不要ということで、まあね、レジェンド中のレジェンドと言っていいレスラー、日本でも活躍して、WWE でも大活躍したレスラーなんですよね。もちろんもうスーパースターであることは間違いないんですけども、それがゆえにまたこれが僕の弱いところ、弱い心に引っかかるのは、どれぐらいの強さになるんかなみたいなことはね、
もう強いのは分かってるんですけども、じゃあ どこまでどうなんみたいなことになるのが難しい、ので、いつもこうこのクリス・ベノワが試合するときにはちょっとなんかドキドキするみたいな、ね、負けていいレスラーの時は気が楽なんですよその時はね、もう別に負けても OK、 逆にお前勝つなよって思うぐらいなんですけど、クリス・ベノワとかはそうはいかないですからね。さあどうなりますか。しかしジャンピングツームソンパイルドライバーからダイビングヘッドバットを決めたところでお役ごめんか、やっぱり勝たないといけないカウント2。さあ試合時間は、11分というところで集中していきましょう。さあ高速パワーボムホイップからラリアットを狙っていくか、ラリアット決めていく、スピードのラリアットからのカバーで、いやーカウント 2.9 まで来る。さあプリンスデビットをしかしこのままでは終われない、前に叩きつけていく。プリンスデビットも飛び技を見せたいんですけども、なかなか出なかったりして、ちょっとこううにょーってなるようなところがある。さあこの2人がどう、パワーボンフィップカバーに行く、さあどうだ、あカウント2。さあプリンスデビットがペースを握ったかと思いますが、クリス・ベルワも返していく、いやーバックは取れない。さあ徐々にコーナーに近づけばプリンスデビットが有利と思ったら、再びツームストーン、首切りポーズを決めてから、どうだこれは決まった、いやーしかしカバーに行けない。さあペースは握っていますが、さあ今度はプリンスデビットが首切りポーズ、さあ何を見せてくれるのか、どうドロップキック、いやーミサイルキックを見せてほしい気もするが、どうだ、さあ飛ぶポーズを決めて出るか、さあミサイルキック、いやーいいですね、いいですね、会長のようなギャーって言って飛ぶ感じは一応それなりに再現できているはず。さあコーナーを巡る攻防、クリス・ベノワがこれ持っていきます、スイング式 DDT で返していく、一進一退。さあどうだ、顔面かきむしり、バックを取ってジャーマンで持っていく、ああ連続ジャーマン、さあトリプルで持っていったごめんなさい、さあどうだ決まったか、いやーカウント2。プリンスデビットもこの辺はタフ言うなかった、タフ。さあこうなるともうどっちが有利な展開になったか分からなくなってきた。さあ試合時間残り5分、戦い続けるだけの余力は残っているのか、かなりのダメージがありそうな気がしますが、何かきっかけ一つで変わりそう。さあジャーマンホイップ、お互いギブアップを、あそうかクリプラクロスフェイスがありますよね、しかしそれがなかなか出ない、温存しているのか。さあクリス・ベノワが出してほしい時にあの技が出ないけども、スコーピオンデスロックでどうだこれで、しかしプリンス・デビットはまだ耐える、気力には余力があるということか。さあエルボーの連打からバックを取れない、そのまま前に落としていく。さあプリンスデビットどうする、プリンスデビットが丸め込んでいく、どうだ、うわカウント2、これぐらいでやはり決まらないというところか。おおそのままカバーに持っていく、これはどうだ、ヒギー、あーこれも返した。さあ残り2分30秒を切ったところ、このまま時間切れ引き分けでいくのか、ドラゴンが決まってしまう、どうだ、いやーカウント 2.9、 プリンスデビット住んでるところで返す。さあ休まずラリアットからのカバーに行く、どうだ、いやーまだ返す、プリンスデビットがタフ。さあボディスラムから、さあ再びラリアット、一度で決まらなければ何度でも、さあどうだ、いやーそれでも落ちない、逆にプリンスデビットがおお返そうとしたところ、しかし再び膝、さあ土手っ腹、残り1分でカバーに行く、うわーカウント 2.9、 こちらもカウント 2.9、 あーここでクリプラクロスフェイス、どうだ、残り1分切ってるぞ、なんとか耐えた、しかし耐えたのがいいのかどうなのかよくわからなくなってきた。さあパワーボムホイップ残り30秒切った、プリンスデビットが一気に攻める、
ラリアットの連打。しかしクリス・ベノワもなんとも返したところで時間切れ。もうクリップラークロスフェイス決まらなかったので引き分けになったのはいいんですけども、決まらなかったことがちょっとというところか、いやまあわからん、微妙、まあよし、はい、おー出た 98%。 はい、というわけで試合時間20分、時間切れ、引き分けということで1本目評価は 98%。 さあこうなったら2本目3本目どうなるか、いきましょう。早速試合開始です。さあということで1本目かなりカウント 2.9 というところからいきなりクリス・ベノワが3アミゴズですね、3アミゴズ。ファイプロの思い出としては、当初技クラフトモードがもちろんないで、技のアップデートは、スパイクチューンソフトが作ってそれを無料ダウンロードしてもらえるという以外はもう技の更新っていうのは何もできなかった。まあモッドは別ですけどね。でその時に、あのブレインバスターの3連発、いわゆる3アミーゴスという技がなかったんですよね。でその代わりなぜかフィッシャーマンスープレックスの3連続っていうのがあったんですよね。だから当初はその3アミーゴスの代わりに、3連続ブレインバスターの代わりにフィッシャーマンスープレックスを、使ってたっていうのがよくあったという思い出がね、僕の中になぜかあるんですよね。で今はその3アミゴス3連続ブレンバスターを使うレスラーが結構いるんでそっちを使うんですけど、逆にフィッシャーマンスープレックス3連発を、使うレスラーがいなくなったので、そっちの方がなんか珍しいとかいうか、なんかこう価値が出てきたみたいなことを、なんか長い目で見てきたから思えるなみたいなことをね挟んでおきながら試合の方に集中していきましょう。さあ1本目引き分けた2人ですが全く手を抜かない。さあどうだ、カバーに行く、カウント2。さあ試合時間3分、もう3分というところであっという間にお互いカウント2をガンガン狙ってくる。さあここから飛んでいく、さあダイビングヘッドバットが決まる。さあフルコースでどうだ、これで取るか、いやーカウント2かよ、場所が悪いのか。さあちょっとクリス・ベノワが先ほどもちらっとクリップラークロスフェイス2本目見せましたけども、ギブアップ奪えなかったというのがあるので、なんか仕留めきれない感じになってきましたね、こうなると。さあどうだ、プリンス・デビットがその分取ってしまうのか。プリンス・デビットもブラディ・サンデーか、あの技が決まればというところ、それ以外はなかなか決まらないのかもしれない。さあそうなると消耗戦ということになってきたか。カウント2、おおクリップラークロスフェイス、さあどうだ、三度ギブアップを奪えるのか。いやーちょっとまだ足りないのか、何が足りないのか。さあそしてブラディ・サンデーが決まる、これですよね、ブラディ・サンデーね。さあ5分経過、2本目5分経過のところで決まりましたが、ジョー・ヒグチがやってくるのがちょっと時間かかるからカウント2。さあこれでお互い3カウントにはまだ届かないが、ダメージはしっかり与えたはず。シンプルな技が決まるのか、逆エビ固め、リング中央で決めましたが、これでも決まらない。さあクリス・ベノワは何かフィニッシュを取れるのか。さあブラディ・サンデーからカバーに行って、どうだ、うわーカウント 2.9。 さあこうなるとパワーボムホイップ、さあスピードに乗ったラリアットを決めていくか。さあ問題はカバー、ジョー・ヒグチどうだ、うわーカウント 2.9 が続く、うー手に汗握る。さあコードブレーカー、さあプリンス・デビット走って、どうこれは、あこの技がいつも名前出てこい、棚橋のするやつ何やったっけな、いつも出てこないですよねこれね、レインメーカーじゃないんですよ。はい、もうやめ、これ技出てこないのは後にしよう。さあどうだ、コーナー付近、さあ再びスピードに乗ったナリアットを巻き込んでいくからのカバー、どうだ、うわーカウント2か。さあもうこうなると消耗戦になってきて、お互い首頭部耐久度がゼロになる可能性が出てきました。さあここはフットスタンプを持ってくるからのカバーに行く、どうだ、
カウント2、試合時間は間もなく9分というところ、これはもしかすると2本目も引き分けということになるのか。さあ今度はプリンスデビッドが走って、うわー、ま、スリングブレード出た、よかった、素晴らしい、俺を褒めよう、たまには俺を褒めよう自分で自分を褒めよう、スリングブレードが出た。でも多分もうあともう一回やったら出てこないような気もする。さあということでダイビングヘッドバットを決めてカバーに行く。うわー、カウント2決まらんか。さあ、あークリスベルは今ギブアップなんか奪いそうな動きがあったんですけども、さあ試合時間10分経過、2本目折り返し地点通過となりました。未だ決着がつきそうにない2本目、史上初の2本連続引き分けとなるのか。さあと、うわー、これは決まったか、さすがに、うわー、かなり興奮で疲れます。おー、試合時間10分41秒、スコビオンデスロックでクリス・ベノワがプリンス・デビットからギブアップを奪い、そして試合評価は 91%、 かなり高評価となりました。もちろんこれで決着はついておりませんので、果たして3本目どうなるのか、プリンス・デビットが取ってタイに戻すのか、クリス・ベノワが先輩として意地を見せて勝つのか、いきましょう。3本目、試合開始です。さあということで、当然2本目で負ったダメージは多少回復しているはずですが、あっという間にその回復した量は、吐き出されることになるでしょう。さあそれを一気に持っていくか、チャンスを先に掴むのは、さあどうだ、プリンスデビットがミサイルキックを決めてラリアットを決める。このまま一気に持っていくのか、連続で技を決めて大技ズドンと一発決めたらそいつが勝ってしまいそうな流れになるはずですが、クリス・ベノワもラリアット、今日は調子がいいからのカバー。さあカウントいくつまでいくか。おお、カウント 2.9 までいってもおかしくない状況でしたね。さあブレンバスターの打ち合い、それを返していくプリンス・デビット。プリンス・デビットが勝つとしたらなんだろうな、でもブラディサンデーが決まればなというところですが、先に決まったのはジャンピングツームストーンパイルドライバー。さあ首切りポーズから近いコーナーの方からダイビングヘッドバットが決まる。さあどうだ、問題はカバーの場所、ジョー樋口がやってくるまでにガウント2、やっぱり返してしまう。さあこうなったらプリンスデビット、いやちょっとこのねボディへのね膝がね連続で決まってるような気がするんで、もしかしたらクリス・ベノはお腹押さえてゴロゴロになるかも。そんなし、あ、ほらほら、あ、首や、どっちなんやろ、でも今逆水平チョップでしたよね。さあゴロゴロ、どっかの耐久度が、これでゼロになった、クリス・ベノが壊れてしまった。そのチャンスをプリンス・デビットものにできるのか。さあフットスタンプ、会長音を轟かせてフットスタンプからカバーに行く。どうだ、カウント2、なかなか決まらない。さあ試合時間は4分経過。さあこれで3本目も 90% というようなことになる、 90% 超えというようなことになると大記録が打ち出されそうな気がします。さあこの面を開けるのはどこになるのか。酒場に行く、あーこれはニアロープ、もうお互い、あーでも今度はあれですね、そうなんですよ、プリンスデビットはプリンスデビットで頭部を抑えてゴロゴロって言いたかったんですよ。スッと出てこずそのまでにやられた。さあどうだ、うわーこれもカウント2、まだ許してくれない。もうこれはあれですね、逆にジョー樋口が悪ノリと言いましょうか、お前らもうちょっとやれと。レフェリー、このねプロレスというのはレスラーとレフェリー3人で作り上げるものというのがあります。レフェリー、ジョー樋口がもっとお前らいい試合できるはずだということを2人に要求しているのかもしれません。さあということで後頭部へのミサイルキックが決まる。さあここはカバーせずに再びもう一発決めて
プリンスデビットが一気にペース、いや再びラリアットに行く。お互いスピードがある、まだ落ちてない、どうだ、いやカウントは2。ジョー樋口は許してくれない。なんとジョー樋口がド S なこと。うわー、しかしこれはどうだ、さすがに決まったか。いやー決まった。終わることなき消耗戦はついに、終止符が折られたと、2人だと、クリス・ベノアビビビビガーで決まりました。試合時間7分ちょうど、スコーピオンデスロックでクリス・ベノアがプリンス・デビットからギブアップを奪い、3本勝負の結果はクリス・ベノアの勝利。そして試合評価は3本目78ですが、1本目と2本目の貯金が十分あったでしょう。合計しましょう。1本目98、2本目91、そして3本目が78ということで出ました。合計267ポイントとなりました。大黒翔平さん、おめでとうございます。いやまあ個人的にはプリンスデビットがちゃんとミサイルキックを出してくれた、あと、ダイビングフットスタンプを出してくれたというところで、まあ大満足かなと、ちょっとホッとしたということで、大黒翔平さん、重ね重ねありがとうございます。では大興奮のまま3本目に行きましょう。というわけで本日の3試合目、最後の試合になりますね。エントリーナンバー30番デーモン大輔さん、エントリーしていただきました、ありがとうございます。ディック統合対スペールデルフィンということでね、ですね、ちょっと待って、ちょっと待たなくていいですかね。これデーモン大輔さんエントリーしていただいた時のコメントに、確かこの2人の試合のエントリーした、まあ理由というんでしょうかね、に またくぐり事件関係ですよね、言ったらね、関係言ったらおかしいですね、またくぐり事件、あったあった、あ、震災前に住んでたんですね、デーモン大輔さんがね。これ行われたのは浪江町っていう、東北の場所ですね。で、そこで起こった浪江町という会場で、道のくプロレスの試合で途中で起こった試合中に起こった、またくぐり事件という、プロレス史に残る、胸くそ悪い事件って言っていいんでしょうかね。で、一応経緯ご存知の方がほとんどだと思うんで、僕が説明するまでもないと思うんですが、当時道のプロレスの中でスペルデルフィン軍団というのがあって、サスケがいる正規軍というのがあって、でディック統合がいる海援隊デラックスというのが、ユニットがあって、で構想を繰り広げてて、そのユニットの、ユニット間の構想の中で、もともとはスペルデルフィンが、若手の高き壁として、若手にこう前に立ちふさがっていたんですけども、ディック統合が、海援隊デラックスというヒールユニットを作って、あれは WW だから行って帰ってきた後になるんですかね、その辺がちょっとよう分かってないんですけども、でも海援隊デラックスっていうのを向こうで成功させてるから後ちゃうかったかな、とりあえずそのディック統合が力をつけて、でそのメンズ帝王とか、船木とかとこうなんか頑張ってやってて、もうスペルデルフィンを対等に戦えるというか、上から目線で見れるぐらいの力をつけたと。でそのスペルデルフィンが今度、これはブック、ストーリー、だったと思うんですけども、
負け犬キャラみたいになるわけですよね。普通に試合で負けるだけだったらいいんですけども、今度その試合するのがもう怖いって言ってレフェリーにしがみついたりとか、これはあのなんていうんですかね、お笑いのこうコントっぽいその嫌がり方ではなく本当に怯えてるみたいなっていう、でそれをさらにディック統合たちがいたぶるとか痛めつけるとかっていうことになって、でそれをこうずっとやっていく延長の中で、ある試合の時に負けたデルフィンに対してディック統合が情けねえなと、俺の股をくぐったら、今かなり要約してますけども、いや俺の股をくぐったら許してやるよっていう前行くアピールをしたら、デルフィンがそれを本当にくぐっちゃったと。でそれをどういうストーリーでなんかそう やってるか、まあ、普通にヒール と、ベビーフェイスの関係でやったのかわからないんですけども、その頃まあインターネットもない、多分ないですよね、1997年ぐらいの話なんで、そういうのがない状態で観客はリングの上だけで物事を判断しないといけなかったので、それを見て気分を害した、暴動寸前になったっていうのがいろいろ残ってるわけですね。でオープニングの時に、言ってたのはこのことなんですよ。このことというか、でこれがじゃあディック統合が悪いのかスペルデルフィンが悪いのか、じゃあ裏で糸を描いて、裏で糸を引いてた、裏でこう絵を描いてた、糸を描いたらダメですね、ちょっと一緒になってしまいました、のは誰なんだってなったらそれがサスケじゃないかっていう情報が未だに、ネットには残ってるわけですね。まあ、その当時書かれた書き込み2チャンネル、今じゃあ5チャンネルかの書き込みが残ってて、それを見始めたらね、ずっと見れるという話なんですよ。まあもちろん一般の方がプロレスファンの方が書いてることなので、噂話であったりとか勝手な妄想であったりとか、ちょっと聞きかじったことを書いてるので、本当か嘘かって言ったら半分ぐらい嘘じゃないかなと思ったりするんですけども、それがもうなんかね、その当時のこう時代背景のことをちゃんと連ねててつながって書いてる人なんかの意見なんかは、ああなるほどなと思わせたりもするので、そう思わざるを得ないというところですかね。で、まあ、その結局事件の顛末としては、スペルデルフィンが股の下をディック統合の股の下をくぐって、その後失踪をして、で、サスティナイもいろいろあるんですけども、肉体改造をしてで復活して、でディック統合を、新技、今さっきちょっとちらっと見せました、臨海アッパーでしたっけね、大阪の海の名前をつけてアッパーを決めて、まあ、小艇アッパーなんですけども、それで一応撃破したことで、まあ、そのお話は一応この終わりを告げるんですけども、まあ、当たり前なんですけども、スペルデルフィンはベビーフェイスとして、その当時はねヒールだった時期もあったと思うんですけども、スペルデルフィンとしては同じようにディック統合を股の下をくぐらせるっていうわけではないわけですよ。だから同じことをして、やり返したわけじゃないので、完全に病院が下がったかっていったらそうでもないような気がするんですよね。だからもうその一応そういうセットになってるんですけども、何しかその股の下をくぐったっていうことのシーンがもうあまりにもなんか見てられないということで、多分未だにプロレス史に残る胸くそ悪い事件というようなことが多分思われてるんじゃなかろうかなということですね。はい、まあ、そういうバックボーンがある2人の対決がどうなりますか。そろそろ試合の方に集中していかないとやばそうなので行きましょう。さあデルフィンがあの時の恨みを果たすことができるのか、ディック統合がこれを全くやはりガオーディック統合が実力としてはやっぱり上ということになるのか。さあどうだ、ルチャっぽい動きで丸め込んでいきますが、ディック統合マストオブセントーン、その辺で決めていきそうな気もするし、デルフィンクラッチも見たい気がする。さあカウント 2.9、 さあ残り試合時間はまだ6分ほどある。カウント 2.9 が出るということはちょっと消耗が早いか、20分引き分けに持っていけるかどうか、ギリギリになってきたか。さあどうだ、デルフィンもデルフィン、スイング DDT とかあの辺が出ればデルフィンにも十分勝機はあると思いますが、さあどうだ、消耗がちょっと激しいような気がする。バックの取り合いはディック統合がオーバーヘッドキック、ああこれは唐突に
マストオブ戦闘からカバー、上樋口は長き旅、さあリング中央に持っていくデルフィン、大丈夫なのか、おお踏みつけて、さあデルフィンがギブアップを迫りますが、まだ大丈夫か。さあ残り時間5分切った、あと5分戦って引き分けとなるか。おお、いいですね、こういう身体能力の高さ。一気に戦闘決まっちゃった。さあしかし引きずるだけの時間はある。さあデルフィンどうだ、返せるか。うおー、カウント2、あーこれはいかん、串刺し DDT、 ディック統合が完全にペースを握ってる。あーまだでもカウント2。さあなんだかんだ言って残り試合時間間もなく3分というところ、バックの取り合い、あーこれは丸め込んでいく、ディック統合うまい、試合巧者ぶり。さあデルフィン何か返せるか、バックを取る、うわーこれも返される。さあ時計の針だけが進んでいくが、そして戦闘だけが決まっていくぞ。さあラーマヒストラル、スペルデルフィンどうだ、いやーカウント2、まだ耐えた、しかしダメージはあるはず。おおこれはどうだ、いきなりデルフィンがギブアップを迫っていく。さあディック統合どうだ、耐えれるか、残り2分、さあ引き分けてじっくり3本目まで見ることができるか。私はまだこのまたくぐり事件について喋れないことがある、だから2本目に行ってくれ、いや違う、引き分けてくれ、どうだ、いやーカウント 2.9。 さあどっちが、おおこれは、いやー決まってしまったか。さあディック統合、いやカバーに行かない、ペディグリーが一発では気が済まないのか。あー出て、あー1分切ってる、どうだ、いやあーそらデルフィンまたくぐれって言われるわ、しょうがないなはい、あでもまあ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 ね、試合時間19分10秒、あと50秒粘れよデルフィンよ。ジャパニーズロッレッグロールクラッチホールドで、ディック統合がスペルデルフィンから、3カウントを奪った試合でした。試合評価 90%、 まあ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 ね、しかし3本目までもつれ込むかどうかは運転の差がつくところ。さあスペルデルフィン奮発することができるのか、反発することができるのか、2本目いきましょう、試合開始です。さあということでね、まあ、個人的にはこの2人、まあ、道のくプロレスをめちゃめちゃ見てたわけじゃないんですけども、何度か大阪に来た時に、見に行ってるんですよね。でスペルデルフィンは、僕の勤めていた会社の、上司、その上司だった人が、スペルデルフィンと脇田さんと同級生だったんですね、近所に住んでる方だったんですね、っていうつながりがあったんで、まあ、この話ももうこの各ファイプロなどで WMW ではもう腐るほどしてますけども、スペルデルフィン脇田さんの家には、家のベランダには、ウルトラマンの人形が、等身大のウルトラ、等身大、2メートル近くあるウルトラマンの人形が飾られていたっていうのが、その人から教わった、上司から教えてくれたわけなんですよね。それぐらい近所でも有名な家やったよっていうと教えてくれた、ね、っていうのがあったりするので、そういうまあ遠からず近からずですけども、遠いですけども、つながりがあるんで、大阪っていう出身もあるんでね、デルフィンの方がっていうのあるんですけども、やっぱりね試合を見に行ったりしてね、かっこええなーとかと思うのはディック統合の方だったんですよね。ただそれでもディック統合が好きでも、あのまたくぐり事件だけは僕も胸くそ悪いですね、あれはね、うん、あれをもう楽しいとは言わないけど、別にあん終わっちゃったやっぱりディック統合の方が強いのか、すいません、デーモン大輔さん、試合の方に集中できなくて、またこの話はどっかでゆっくりさせてもらいます。
ということで、試合時間3分16秒ジャストフェイスロックで2本目ディック統合が取って、まあやっぱりディック統合の方が強かったということに今のところはね、させてください。ということで評価は 61%、 はい、合計しましょう。1本目が 90%、 2本目が 66% ということで合計出ました 156% ということになりました。デーモン大輔さん、おめでとうございます。そしてありがとうございますね。すいません、なんかこうあらぬ方向にちょっと行ってしまいましたが、試合は楽しむことができたので、またよかったらエントリーお願いします。はい、というわけで本日も3試合終わりましたので、いつものようにランキング表の方に、お手製のランキング表の方に行きましょう。はい、というわけで本日も3試合終わりましたので、いつものようにお手製のちょっと分かりづらいですけどもランキング表の方を見ていきましょう。3試合をまず振り返りますね。本日1試合目、エントリーナンバー28番船虎いろいろ CEO さん、エントリーしていただきましたローマンレインズ対 AJ スタイルズの試合が合計172ポイントで、現在24位ということになっております。ちょっと画面動きますね。で、本日の2試合目、エントリーナンバー29番大黒翔平さん、エントリーしていただきましたプリンスデビット対クリス・ベノアの試合が267ポイントで現在2位ということになります。で、最後の試合ですね、本日の3試合目、デーモン大輔さん、エントリーナンバー30番デーモン大輔さん、エントリーしていただきましたディック統合対、スペールデルフィンの試合が156ポイントで現在30位ということになっております。今回は同点はなかったのですんなりというところですかね。さあ、というわけで次回エントリーナンバー31、32、33ということになりますが、まあ前回もちょっとお話しさせていただきましたように、今回のシリーズは次期シリーズ4対4勝ち抜き合戦の予選会も兼ねておりますので、そのエントリー32チームの枠に入るか入らないかが次回から命運が分かれてくるということになります。大変私も心苦しいことではございますが、ここで、予選会、脱落という方が決まっていきますので、まあどうなるかですね。で、まあこれででも何て言うんですかね、上位確定は出てくるんですけども、何位かは決定じゃないので、まあ上位の方はもうそろそろ、候補を3つぐらい、考えておいていただけたらと思います。次期シリーズ4対4の勝ち抜き戦、銘打ってるのは、8人タッグなんですけども、4人のレスラーが、どっちかが勝ったら試合が終了ではなく、4人のレスラーが、誰か1人、最後の1人じゃない、0になるまでか、4対4から、4対3、4対2、4対1、まあまあ分からないですけど、お互い最後の1人0になるまで戦い抜くということになっており、イルミネーションマッチみたいなやつね、になっておりますので、それのメンバーを、上位の方から選んでいただけるということになります。まあ1位になった方は、もう別に第3候補まで出す必要はないんですけども、今のところ誰が1位になるかは、全日程、全45試合、終わるまでわからないので、まあ一応第3候補まで考えておいていただけたらと思います。12名バラバラで考えてもいいですし、軸になるレスラーを決めて、あと残り3名をいろいろ考えるとか、もうその辺は自由自在に、お任せしますので、よかったら、また発表というか、あのエントリーはまたなんか言いますけどね、エントリーはどうするかまたちょっと決めますけども、いろいろ考えておいて、ワクワクしながら待っていただけたらと思います。ということで本日はこの辺でお別れです。次回は、エントリーナンバー31、32、33、3試合こんな感じでお届けしたいと思いますので、お楽しみに。ということで今回はこの辺でお別れです。最後までご視聴いただきありがとうございます。明日もお会いしましょう。ではまた。 Thank you.